君とあのジャージは知らん誰かに取られたし、このままどっかへ逃げようったって足は速くないし、最近の私と言ったらパソコンよりも譜面に夢中です。最近のあいつと言ったら彼女の飯を自慢げにあげます。最近のあの子と言ったら海と読書とビートルズが友達。最近のあなたと言ったら私の夢に出てこなくなりました。ヘッドホンの隙間地下に会話すぐにソールドアウトするさ。探し物は大抵ここで見つかるはずだよ。可愛かった君とあのジャージは知らん誰かに取られたし、このままどっかへ逃げようったって足は速くないし、君とあのジャージは知らん誰か大事にしてね。嘘つきはどっかで死ぬからお互い気をつけようね。最近は何も手につかずビーゴキャンバス白紙のままいるよ。もうちょっと別の未来があったかもなって投げ出そうとするよ。最新の話題曲ずっと離れない、早く離れていってよ。もうちょっと別の未来があったかもなんて知らなくていいのよ。ヘッドホンの隙間地下に会話いつもソールドアウトするさ。今夜はロケンロここで鳴らしておくれよ。可愛かった君とあのジャージは知らん誰かに取られたし、このままどっかへ逃げようったって足は速くないし、君とあのジャージは知らん誰か大事にしろ。嘘つきはどっかで死ぬから君は特に気をつけろ。